あたじゃほー、スイクラス、どうもーやっほー、はい。今天介绍给大家的是、イクラスの Wi-Fi 教学的第9課。イェイ！はい、已经到了第9課啦。はい、上一次開始、我们是讲这个、これ、それ、あれ、对不对？讲东西的事情。今天要学的也是东西的事情。はい、但是呢、讲出来、这个是哪里的东西、哪里的品牌、这样子。好、那我们来、学看看咯。はい、今天の重心就是、これ、それ、あれは、のです。はい、用来だ、の。一緒に看看の。今天の重点重図、就是、这个、でん。これは、日本のカメラです。これは、日本のカメラです。でーん。ね。はい、这个是我在用的、なんか、拍影片しまだすごい読んだ。シャンチこれは日本のカメラです。これは日本のカメラです。はい、ジョスナ、サインツーシュラス、これはカメラです。这个是相机，对不对？然后呢，日本のカメラです。じゃあ、这个的产地，或者是这个是哪国的品牌？这样子，这个是 Panasonic。所以，これは日本のカメラです。これは日本のカメラです。OK。然后呢，如果是要问的时候的话，これはどこのカメラですか？これはどこのカメラですか？どこ就是哪里，所以どこのカメラですか？これはどこのカメラですか？就是这个是哪里的相机。OK， 那我们看一下今天的例句。はい、行きます。はい、例如说，はい、これ。これは日本のメガネです。これは日本のメガネです。メガネね。これはメガネです。これは日本のメガネです。これは日本のメガネです。OK？ あの、下一個。はい、我讲ファダレン、他是拿着ティンファダレン。これはアメリカのスマホです。それはアメリカのスマホです。スマホ就是智慧型手机。それはアメリカのスマホです。はい、然后最後一個。これは韓国のテレビです。これは韓国のテレビです。はい、这是韓国的電視。这样子。OK吗？好、那就最後、大家一起練習一下。それはどこのスマホですか？それはどこのスマホですか？はい、你的钱包。それはどこの財布ですか？それはどこの財布ですか？それはどこの財布ですか？はい、那就今天的参加是结束。はい、谢谢大家看イクラウスの YouTube。如果大家喜欢这个影片的话，请大家多多订阅イクラウスの YouTube。然后这个影片是跟 PressPlay 一起合作，所以呢，如果是完全的资料想要的话，请大家支持イクラウスの PressPlay。谢谢大家，下次见喽，拜拜。